こんにちは、速稼塾の久保でございます。ガチンコ男塾というコーナーをやってますけどもね、まあそこに動画を上げるペースもちょっとあまりないわけなんですけども、でもね、私ね、今回ね、どうしても皆さんにお伝えしたいことがあります。それはですね、まあどういうふうに生きるかという正義感のことなんですけども、それから義理人情とかね、まあ任侠道といいますかね、私はこのなんか日本人が日本人であるがゆえに守らなければならない、なんか誇りみたいなのがあるんじゃないかなというふうに勝手に考えてるんですよ。でそれを今日は紹介したいと思います。3つなんですけども、最近これまとまりました。ある方の助言を本当に感謝しております。でまず1つ目は、人は挨拶から始まるなと思います。そして最後は挨拶に終わるかなと思いますよね。例えば人は生まれてきた時に、こんにちは赤ちゃんという歌がありますけども、まさにね、おぎゃーと泣くのが世の中に対するよろしくお願いしますという精一杯の挨拶なのかなと思うんですよね。そしてですね、最後はね、皆さん見取られていきますよね。もしくはダビに付されます。最後の声っていうのはなかなか聞かれることがありませんけども、きっと人は死ぬ時にこの世の中に大切な挨拶を残していくんじゃないかなと思うんですよ、ね、こういうふうに言葉にならない挨拶というものがこの世には存在するっていうのがまずスタートで、私たちは言葉を思いましたんでね、じゃあ約束事として人に会ったら、おはよう、お疲れ様、ご挨拶、こういうのがあるんじゃないかなと思います、ね、でもしね、敵を作りたい時には非常に簡単な挨拶があります。てめえから始まってこの野郎で終わることなんですよなんとも汚い言葉ですよね。てめえ何やらかねって言っていろいろごたく打った後に、分かったかこの野郎って最後にね閉じると、これは敵対を意味する挨拶になるんじゃないかなと思います。なるべく使わないで済みたいものですよね。で2つ目なんですけども、挨拶が終わりましたら、今度はね、他者に対する敬いってものが大切になるんじゃないかなと思うんですよ、うん、よくね、論破するっていうことが言われます。これは敬いがないと私は思います。意見の違った人の意見をねじ伏せるのが論破だということになりますけども、確かにね、正論であっても人の意見を封じてその人が発言しにくくなるような環境をなくすべきではないと思うんですよ。まあ言論とか質の自由がありますから、勘違いした考えっていうのもそれも容認するべきだと思うんですよね。というのが、いつか気づいてその考えを変える可能性があるからなんですよ。自分がその人の考えをどうしても変えさせないといけないってことはありませんし、ましてやね、論破するっていう意味でその人の言論を封じるべきではないんですよ。違った意見、間違ったと思った意見、大いに聞いてみようじゃないですか。結局正しいものしか長くは続きませんのでね、そういう時に私は思うんですよ。敬いですよね。確かにそうかもしれないな、なるほどと、もう一歩考えてみよう、あなたのような視点は私にはなかった、こういった考えで人の意見を取り入れてもいいんじゃないかなと思うんですよ。もちろんその上でね、自分の考えの方が優れているな、正しいなと思えばそれを結果的に使えばいい話であって、意見を言ってる段階でそれを潰しにかかる必要はないと思うんですよ。まずじっくりお互いに話し合って聞き合っていきましょうということが敬いだと思います。相手の立場や環境や他のね要素でその人の考え方ができてます。その人の考えを否定するということは、その人がその考えに至ったまでの人生を否定することにもつながりかねませんのでね、そこからあらゆる恨みとか辛みとかが発生するんじゃないかなと思います。私たちが戦うべきなのは憎しみという感情に対してだと思うんですよ。人を、ね、憎んで世を憎まずと、なんかそんな言葉ありましたけども、私たちはね、誰しも憎しみ合うために出会ってるわけじゃないんですよね。憎しみ合うために最初の挨拶を交わしたわけではないと思うんですよ。ということで、全ての人に敬いを忘れないようにしたいなと思います。さあ、そして3つ目なんですけども、ここまでできたら心と心のつながりっていうのがちょっと見えてくると思うんですよ。ただし他者の心の中身は分かりませんから、他者の心の中身を決めることはできません。肝心なのは、自分が目の前の人に対して心がつながったぞと自分の気持ちをはっきりとさせることなんですよ。ですんで、相手の人から見て私に対して心がつながってないと感じても、それはあまり関係ありません。それは相手の人の問題ですから。肝心なのは、自分がこの人に対して心を開いていつも真正面で向き合っていけるなと思えれば OK なんですよ。そして相手の方も偶然そうだったらいいですよねっていうふうな、これはね、相手の問題になります。ですんで、ここまで自分は信じてたのにお前は何だっていうのはおかしな意見なんですよ、うん、そういうもんではないです。何回何回傷つけられてもきちっと向かっていってあげれるか、そしてどっかで線を引かなければなりません。この人は敬意や心のつながりを捧げるに値しないなと思ったらお別れをすることでいいんですよ。でもっといい方、
もっとね、積極的に自分とつながり合って敬意を示して、そのための挨拶で始めたい人と関わればいいんですよね。人生は有限ですし、出会える人、関われる人も有限なんで、最後は心のつながりを求めている人としっかりと結び合えばいいんじゃないかなと思います。100人出会えば100人と仲良くできるわけではありません。それはね、気持ちの違う人とか他の方向に向かう人とどっかで分からなければならない時代もあると思うんですよ。それは覚悟の上で最初の挨拶、出会いに私もね、今日からも努めていこうかと思います。それではありがとうございました。